わぁ、聞いた。今回は以前紹介した成功者続出のアグラ足腹筋、3回5回いろいろ作ったんですが、今回は回数ではなく1種目20秒間やっていきます。できるだけハイペースでやってください。そうすることで有酸素効果もあり、脂肪が早く燃える体が作れます。お腹を引き締めるために大切なのは腹直筋ではなく腹横筋と腹斜筋にあります。今回しっかり体をひねって行うことでウエストの横のくぼみが作れてきますんで、一緒に頑張っていきましょう。最後にとっておきなメニュー紹介してますんで、一番最後まで頑張ったらコメントで教えてください。まずは寝た状態から足を組みましょう。片手で足首を持ったら反対の手は頭です。このまま体をひねったらまっすぐに向けます。スタート。20秒間です。しっかり横を向いたら前向く。腹斜筋を使っていきます。しっかり後ろ向くイメージ。 OK。 反対も同じようにいきましょう。スタート。しっかり脇を開いてください。おー、効いてきた。今度は両手で持って体を斜めに起こします。手で引き寄せながら斜めいきましょう。スタート。肩をね、膝の方に向けて上げる感じです。左側のね、腹斜筋を使ってる感じです。反対も同じように行きましょう。斜めを切るイメージです。スタート。さっきみたいに後ろを向きながら体を起こすイメージです。少しでも斜め向いてたらいいですからね。真正面でなくてちょっと斜めなら OK。 OK。 足を伸ばしたままで手は頭、このままちょっと背中を起こしてゆっくり後ろ向きましょう。スタート。こういう感じ。ちょっとだけ後ろ向くイメージ。おー、きつい。簡単な動作なのにすごいきつい。寝ながら後ろ向くだけ。 OK。 あ、もう結構効いてるなこれ。足パカッと開きましょう。肘をついたら床をしながら起きる。これを交互にいきます。しっかり肘で地面を押して体を起こしてください。スタート。肘を使いながら体を起こす。ちょっと背中が浮けばね、いいですからね。起きれたらいっぱい、難しかったらね、こんな感じ。ものタッチするだけでいいですよ。オッケー。手は頭で体を起こして足を伸ばして横にゆっくり振りましょう。なるほど。ちょっとだけ横に振ってたら OK ですよ。おー、キック。足を横に振ったらね、腹斜筋使いますからね。ラストは体を起こして足を交互に持ち替えてこの体勢でキープです。スタート。できればね、少し手を離してゆっくり持ち替えた方が効きます。辛かったら手で持ち替えたまま持ってもいいです。OK。 あー、効いてきた。これあともう一回やったら終わりだからね、頑張ろう。いきますよ。スタート。できる人は手を使わずにゆっくりやってみて。うわー、おー、効いてる。いって、吐いて。うわー、うわー、上げ、ダーン。Thank you.
度はちょっと足を開いて、このままお尻を締めることを繰り返します。締める、締めるを繰り返してください。息を吐きながら、これでも腹筋を鍛えられますから、最後は膝立ち、手は腰、腰を回していきましょう。2回回したら反対回し、体幹をしっかり意識してください。OK です。運動時間たったの4分ぐらいだと思います。毎日できますよね。やった人コメントで教えてください。なかなか痩せられないよって方、ストレスをつい食事で発散してしまう方、 YouTube 見ててもつい早送りをしてしまうよって方、そういった方は毎週木曜日8時からやってますタートルオンラインレッスンがおすすめです。説明欄にリンクを貼ってます。これは参加できなくても会員ページからアーカイブ動画を見ることもできますし、参加することで早送りができません。ストレッチ、筋トレ、有酸素運動、45分のプログラムになってます。毎週参加することで確実に1週間ずつ体重を減らすことができて、効果的なメニューしか紹介してませんので、綺麗なスタイルを保つことができてきます。一人でも多くの方にリアルでお会いできることをお待ちしております。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。